あら、ピューちゃん元気ないのね。出るかい？ん？出るかい？どうする？出る？おお、出るかい？おお、そうだ。ちょっと気分出てな、爽快した方がいいな。よ、ピューちゃん、ちょっと元気になったかい？それで、タオルで。おお、ピューちゃん、小松菜もらって。おお、食べちゃい全部、ほら、小松菜。おお、元気出して、小松菜パワー。おっと、いけない、こんな時間。違うんですよ。トレサビ書いてましたね。はい、パイプハウス用のやつですね。次で最後ですね。はい、はい、似顔絵が JA 指導課につきましたんで、トレサビとこの10月10日の苗の注文書ですね。はい、こっちは忘れてましたんで出したいと思います。せっかくなんで今日一発目のジョーロピアン。はい、丸屋根つきました。かれこれですね、5時間冠水してますね。ちょっと水の浸透具合を見てみたいと思います。はい、出入り口と反対側に来ました。まあおそらくですね、この辺表面だけってことはないと思うんですよ。ちょっと掘ってみますね。あら、結構染みてますね。バッチリ染み込んでますね。もうこれベッドが、ベッドに水が、ってことでこれ止めて大丈夫ですね。止めて明日朝一でマルチしちゃう感じにしたいと思いますね。はい、バルブを開けてですね、ちょっと水を止める前にこちらに500リッター溜めたいと思います。そしてこちらのですね、セットドーフンのちょっと稼働確認をしたいと思います。レッツゴー。おっと、このポリタンクダメですね。テープ貼れば大丈夫かな。はい、ってことでセットドーフンこちらに持ってきました。電源はですね、ずっと通して、あの上通してあっち側まで行ってます。ちょうど5メートルでちょうどでしたね。そしてこれの吸い込みと排出は中に入れたんで、あと攪拌機も一応中に入れました。はい、この状態で、電源をオンにしてみたいと思います。その前に水止めますか。もういっぱいになってますね。はい、いっぱいです。ただ漏れちゃいますんで、こちらのポンプは電源オフ。一応噴霧器の先はですね、これ開いときますはい、そしてこちらの生徒豆腐の電源オン。動き出しました。あ、すごい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 、出てますね。一回こちら閉じてみます。はい、噴霧の先を閉じたんで、この戻りが全開に出てますね。はい、問題なさそうです。あとはこのこちらの攪拌機が生きてるかどうか動かしてみたいと思います。ここを開けます。おっと、開けてもですね、うんともすんとも言わないですね。なんでしょう。で、こちら側を閉じると、うんともすんとも言わないですね。これは私使い方分かりませんねおそらくですね、これは目詰まり起こしてるっぽいですね。多分それで吹き出ないんだと思います。このようにやれば、はい、結構な勢いで水が出せるっていうことは分かりましたね。はい、で株元冠水ができますんで、問題はあのタンクですね。試運転終了ですね。電源オフ。そして今気づきましたね、これホースこの向きじゃダメですね。あっちですもんね、あっちに持っていきますもんね。だからこれ縦にしないとダメですね。はい、そしてこのポリタンクの向きもですね、逆向きにしたいと思いますんで、一回これ中身一回全部抜きます。すごいなこれは。はい、どうでしょうか。大幅にですね、位置変更しました。はい、これは向きがこうなるようにしたんですけど、先ほどこっちにあったんですけど、こちらはタンクの奥ですね。一応盗難防止というか、なんか出入り口からいきなりポンって見えちゃうのも持ってってくださいっていうようなもんだったんで、ポリタンクも縦にして、ここがちょうど亀裂が入ってたところですね。ここもこれでちょっとこれから補修したいと思いますね。はい、で排水口は向こう側にしました。はい、あっち開ければジャバーみたいな感じにしましたんで、これでいいと思いますね。はい、PO の補修テープでですね、まあ子供騙しですね、ないよりマシってことで、多分そのうち新しいのを買い替えますね。そしてもう一つですね、皆様にお見せしたいのがですね、こちらですねはい、このポリタンクにつながるこの給水のホースはですね、エルボで立ち上げてですね、なんとこの先エルボと塩ビパイプこれをですね、ここに入れてちゃんと水が上がるかどうか、あのやって まだやってみてないんですが、今からやってみたいと思います。
ポンプのモーター電源オン。はい、今回のチェックはこっから水が出るかですね。ここで出てきた。お、圧が上がってきましたね。お、上がってきた上がってきた。お、上がってきた上がってきた。まあ、どんどん上がってきますね。オッケーオッケー、完璧ですね。1分ぐらい出しておけばこのぐらい出ますね。500溜まるまでこのまま出し続けたいと思います。はい、現在5時7分ですね。500リッター何分かかるか測ります。現在5時24分ですね。17分で約400リッター。そしてこちら耐えてますね。素晴らしいですね。いつまで持つことやら。そしてですね、この使用済みの方の遮光ネットをちょっと広げてみたいと思います。トゥルルラプシシニゴアです。本日は誠にお疲れ様でした。あちら道路ですんで、あまり大声出してると通報されちゃいますんで。今日雨はだいぶ今パラパラになってきましたね。この雨だったら雨と言わない雨ですね。ということで明日も同じような天気だそうなんで、仕事がガンガン進みますんで、はい、張り切って明日からも頑張っていきましょう。最初はピーヨピーヨじゃんけんパー。ロールを開いたらですね、こんなありますね。これ幅5メーターありますね。現在5時29分ですね。約22分で満タンになることが分かりましたんで、水を止めます。ポンプの電源オフ。とりあえずこれを向こうに広げていきたいと思います。見てください、これ30メーター以上ありますね。グレートですね。そして私がやろうとしてたのはですね、これをちょっと利用 したいなと思ってました。これを外してですね、はい、外してこのフックですね、フックというかこの穴、こういう穴に引っ掛けてですね、もう単純に上に引っ掛けていくっていうようなやり方でちょっとやってみたいと思います。はい、どうでしょうか。片面、ここ最後紐になっちゃいましたけど、今度はですね反対側をちょっと固定したいと思いますね。同じような感じで、はい、こちらがちょっと強引になっちゃいましたけど、破れる前提みたいになっちゃいましたけど、そしてですね、この真ん中がたるむんですけど、はい、それはですね、この郵便ピンチでこのように止めてあげればですね、ああいい感じになりますね。かなり遮光、ちょっと今思ってるのがこれやって巻いたのはいいんですけど、発芽して今度外すのはどうしたらいいですかね。ちょっとこちらのフックの位置間違えましたね。ここじゃなくてわかりますよね、こっち、はい、こっちにかけ直します。向こう側に行かないように、はい、そうするとだいぶここに空間ができますね。はい、こちらのたるみ部分はこのように上のこの番線にクリップで留めていきます、すべて。はい、どうでしょうか。これ遮光って意味だと完璧ですね。はい、ただちょっともうちょっと考えなきゃいけないのは、これ外す、どうやって外すかですね。わさっと出てきてある程度育った時に外すのにズル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 引っ張っちゃったら全部引っこ抜いちゃいますからね。まあどっちかに寄せて束ねるんでしょうね。うん、ちょっと明日有識者がハウスに来る予定ですので、その時ちょっと聞きます。明日も定食のお手伝いがありますんで、帝国通り撤収したいと思います。ゆうちゃん、あれバレてたね。ゆうちゃん分かっちゃうんだね、こっち来るのことがね。えらいね、前は飛び込んできたのにね。おい、出な、ゆうちゃん。この鶏の餌も足してあげたんですけど、全然食べてる気配がないですね。大丈夫かな、ピオ。多分おそらく亀用に買ってきたと思われるエビ、ピオに入れてあげました。食べてくれよ。エビだよ、ピオちゃん。はいはい。エビ食べないの？うん？嫌いか？うん、あれ好き嫌い多くなっちゃったな、ピューちゃん。元気かい、ピューちゃん。うん、なんか心なしかちょっと軽くなった気がするぞ、ピューちゃん。うん、ほら、うんうんうん、元気出せ、ピューちゃん。元気出してね。うんうん、大丈夫かい、元気になった。うん、元気になったかい。はい、起きかい。うんうん、トサカもな。よし、
あら、あっちの奥の方行っちゃって餌食べないの、ピオちゃん。あれ、元気ないね。うん、あのやっぱ卵の影響なのかな。とりあえずまた明日だね。明日も元気に頑張ろう、ピオちゃんな。はい。